皆様こんにちは、ムジカアレグロです。中高年から始めるラクラクピアノ3プレミアム曲集より34ページ灘草草のレッスンを始めます。はじめに素敵なメロディを支える左手の分散和音が行方不明にならなく弾けるように弾く方法と、18と最終小節の黒鍵を含む和音の弾き方を説明します。続いてモデル演奏とゆっくりカウント付きをお届けします。 1,2,3 小節の左手です。5指を寄せる C フラット黒鍵に広げ少し奥へ、広げます、寄せて奥へ、もう一度弾きます。18小節3、4拍目の和音です。奥に入ります。もう一度最終小節1、2拍目の和音です。中指移動、もう一度3と4と1と2と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 3と
最後までお聴きいただきありがとうございました。今回の曲は左手分散和音も移動が多く難易度が上がります。ぜひ左手のみの練習もしてください。それでは次回お待ちしております。ごきげんよう。